ヒューネックス。ドラマティッククリエイ。エフェメラル。ファンタジーオンダーク。ねえ、一緒に遊ぼうよ。下等なゾンビがいい度胸だ。隔離された世界にいたせいで常識を知らないのか。俺がお前に教えてやろうか。対価はその命でいい。ストップ。それ以上言ったら怒るわよ。お前が怒ったからなんだと言うんだ。この俺に歯向かう気か。常識を解く前にこの学園の掟を思い出しなさいよ。種族差別は禁止、ましてや殺戮や捕食はもってのほか。守れないなら退学、もしくは。頭のいい吸血鬼のあなたがまさか、そんな愚かしい真似しないわよね。それでイニシアチブを握ったつもりか。くだらん。エリカ、喧嘩はダメだよ。喧嘩じゃないわよ。第一、あいつが先にこの子に突っかかってきたんじゃない。何でもいいけど、どうすんだよこの空気。ねえ、姉様の言ってた対価って、あのゾンビをってこと？きっとそういうことよね。やだ、羨ましい。ゾンビのくせにあんなに綺麗だなんてずるいわ。私だってレイ様に。あの辺のバカ女どもは気にしなくていいわ。ちょっとエリカ、聞こえてるわよ。あら、聞こえるように言ったのよ。ごめんなさいね。何よ。バカ女っていくらなんでもひどくない？何よ、ゾンビになんて優しくして。女子って怖え。
あ、レイ君、少しいいですか？何か？寮に帰る前に彼女にこの学校を案内してあげてください。なぜ俺が？彼女があなたをパートナーに指名しましたから。美しい女性が手助けを求めているというのに、それを拒んだりしませんよね。おい、お前。案内してやる。ついてこい。グズグズするな。レイ様だわ。素敵。私もあの方の牙に。おい、お前そこどけって。殺されるぞ。え？なぎ、やべ。なんだ。物言いたげに俺を見ていただろう。言いたいことがあるなら言え。当然だ。闇の階級第二位の地位にあるからな。だが人魚はこの学園にいない。だから実質俺たち吸血鬼が1位だ。あいつ、階級の低いミイラのくせに。
突然何を言っているお前は。行くわけないだろう。トロイ、早くしろ。それから、誰がお前に俺の名を呼ぶことを許した？俺の名前は確かにそうだが、お前ごときに呼び捨てされる言われはない。悪くない。お前にそう呼ばれるのは心地いい。たった今自分からそう呼んでおいて何を言う。お前と近しい存在になった覚えはないが。まあいい。お前になら特別に許してやってもいいか。最下層階級にいる卑しい存在であるお前に、俺を呼び捨てできる特権を与えてやる。ところで聞いておくが、ゾンビに噛まれるとお前たちの特性を感染させられるという話は本当か？薬を飲んで感染を抑えているということは、その他いかなる状況でも感染は起こらないということで合ってるな。それを聞いて安心した。なら遠慮する必要もないな。単刀直入に言う。よく聞け。お前、俺の女になれ。聞こえなかったか、愚鈍な女だ。もう一度だけ言ってやる。お前、俺の女になれ。先に言うが拒否権はない。顔を赤くしてどうした？存外はしたない女だな。まあいい。何を想像したか言ってみろ。想像した通りのことをしてやる。
お前が何と言おうと、もうお前は俺のものだ。俺がそう決めた。横暴が許される。それが俺のいる場所だ。お前は、吸血鬼がどういう種族か知っているか？お前のように若くて美しいものに目がない。階級こそ卑しいが、その見目は一級品だ。何度言えばわかる、愚劣な女め。お前は俺のものだ。その美貌、その血、俺のために生かせ。お前。